演武開演。どうも、突然ですが皆さん、黒という色についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。まあ、あまりいいイメージがないような気はしますよね。名探偵コナンの黒ずくめの男とか、そういうイメージもありますし。ですが世の中には本当に自分、人間のためになる黒も存在しているようです。それがこちらです。ブラッククレンズという商品です。こちらはこのように本当のサプリメントになっていて、こちらの炭と3種の炭の黒、そして13種の素材の黒、合わせて16種類の黒が入っているんですね。ではその真っ黒なものが どれぐらい黒いのか見てみたいと思います。わわ、本当に炭いいですね。こういうのってなんかバーベキューとかした後に見てみたいですね。ではこういう風に水を入れて、混ぜてみます。なんかちょっと香りがしますね。香ばしいというか、なんというか。では飲んでみたいと思います。この香ばしさ、どこかで感じたことがあるようにと思ったら、ごまです。ごまの香りがします。そういえば、ここに書いてありますね、甘酢控えめ黒ごま風味って。だからごまの香りして香ばしかったんだ。なのでごまが好きな方には非常に飲みやすいと思います。もちろん苦手な方はちょっとかもしれませんが、でもこれで体にいいなら嬉しいですね。炭は体にいいという話もなってきますし、でもちょっと抵抗あるかもしれませんね、炭。いや、そんなことないか。なのでこちらの点数とさせていただきました。ルーブル美術館、ビールかな、美しくて、ビール、ルーブル美術館飲むビール、いや飲めるのかな、そもそも。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。